11月14日じゃあ音を開けます。皆さんこんにちは。11月14日土曜日、時刻は11時回りました。山田みなみのワンダフルワールド、担当は山田みなみ、チャーリーユーで、この後生放送でお送りします。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じっと見つめていると赤や黄色、緑などいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するよりその方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉もそんな風に直接的じゃなくても深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM にらいから生放送でお送りしています、山田みなみワンダフルワールド。この番組のお便りは FM792@FM-nirai.jp FM にらいのホームページからリクエストを検索し、山田みなみワンダフルワールド、または秋です、山田です、宛てにお便りください。それでは番組の最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地に生まれ育っていたら、言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田みなみワンダフルワールド、ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時50分まで生放送でお楽しみください。さあ、それでは本日の南津セレクションを紹介したいと思います。今日紹介するのはグリーンデイのナンバーです。インターナショナルスーパーヒッツの中からグリーンデイでバスケットケース。わー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 あいうえお、音入ってます？あいうえお、なんかちょっとちっちゃいかも。どうですか？あいうえお、はい、オッケー。今日バス、あ、地震ありました？どうですか？昨日？やっぱ感じなかったですよ。あ、そうです。はい。なんか鹿児島津波警報出てます、ね。ああ、出てましたね。うん。それって地震ですよね。うん。じゃこれ開けてください。おお。できたら書きたいな。あ、今日？うん。あ、私2曲目川口さんのにしようかなと思った。ああ、いいじゃないですか。おお、オールタイムベスト。何かけます？吐息は鼻ガスに。あ、うん、うん、それいい。本当に？この顔、いつのやつだろう。だいぶ前のじゃないですか。うん、うん、これ2曲目にかけますね。
え、どれ入れるの？チャーリーさん、チャーリーさん、歌終わりました。どれ入れるんですか？何してんですか？皆さん、こんにちは。違う、CM。そうそう、それ。どれをしてるんですか？これ、今、切れますよ、ジングルすぐ。これか、ステーションジングル。皆さん、こんにちは。何がですか？いや、いい曲だなと思って。あれ？急にボリュームが、みたいな。何を言ってるんですか？日本語。英語？日本語。あー、びっくりした。英語喋ってるのかな？あー、うん。いい曲ですね。そうですね。なんか元気になりますね、朝からね。はい。私が、はい、最初に中学校ぐらいの時に買った、うん、初めての洋楽の CD。これですか？アルバムです。はい。グリーンデーでした。おしゃれな中学生じゃないですか。本当に思ってますか？思ってますよ。すごい棒読みなんか今日。何があったんですか？いや、なんか棒読みストーリー。いや、おしゃれじゃないですか。ありがとうございます。中学生がこの絵を、はい、はあ、僕一番最初に買ったのは CD じゃなくて、はい、あのレコードなんですけど、はい、ピンクレディじゃない、へ、あ、違うや、キャンディーズだ。へえ、レコード、レコード、キャンディーズ。私の時もうレコードはなかったかな。ない、はい、あのちっちゃい CD でしたね。あー、 CD で一番最初に買ったのなんだろう。あ、でも私 CD で一番最初に買ったのはそれでしょ。あ、違います。これは洋楽のアルバムで一番最初に買ったやつ。はい、 CD は知念里奈の、あ、なんていう歌だったかな、プレシャスなんとかっていう歌を最初に買いました。プレシャスオアシス。うん、違います。違う、知念里奈さんの CD が最初ですね。へえ。もういいですよ。今日メールたくさん来てるので、はい、最初にメールから紹介していいですか？いいですよ、はい、はい、では、はい、11月、先週はちょっとあ、そうだ、先週は収録だったんですよね、はい、そうでしたね、はい、はい、先週なんでだろう。あ、そうだ、私が宮古に行ってたんですよ。そうですよね、はい、宮古に行ってちょっと、はい、ラジオのリポートのお仕事があったので、うん、ずっとやってたじゃないですか。行ってきたんですけど、はいはい、メール紹介する前にちょっと宮古ストーリー言っていいですか？いいですよ。宮古島とっても楽しかったんですよ。ああ、宮古に私の知り合いがいて、はい、で、レポートのレポート、取材が終わったその日に、はい、ちょっとご飯食べに行こうってことで、はい、ラジオ局の方と、はい、この私の友達も一緒に、はいはいはい、ご飯食べに行ったんですけど、はい、1軒目普通にお食事して、はい、で2軒目バーに行って、はい、で3軒目その女の子のおすすめのお店に行ったんですけど、なんかなんていう名前だったかな、プチハウスっていう感じの名前だったんですけど、うん、商店なんですよ。商店、本当に商店、普通の商店で、うん、で中に入ると、うん、普通に皆さんカウンター席に座ってて、うん、でカウンターの後ろに、うん、こう小の字になった会議室にあるようなテーブルが並べられてて、うん、で椅子もパイプ椅子が並んでるんですよ、こう、うん、置かれてて、うん、でその周りには普通に商店なので飲み物とかも冷蔵庫に入ってますし、あとはお菓子とかも売ってるし、でチルドのなんだろう、熱いところには、ね、はい、馬刺しとか、あとチーズとかかまぼことかいろいろ売ってるんですよ。でそこに行って、好きなの取っていいよって友達が言ったので、ドリンク普通にこう、うん、商店とかもうコンビニとかで買うような感じで冷蔵庫開けて、うん、じゃあこれとか言って取って、懐かしい、昔でもそんな感じだったんですよ。あ、そうなんですか、うん、はい、でその後に、うん、じゃあ何食べるとか言って、うん、でチーズとか、あとジューシーおにぎりがあったので、じゃあこれとこれとか言って取って、うん、でテーブルの上に置いてたら、うん、それをちゃんとそこのお店の人が1回引き取って、うん、で綺麗に盛り付けしてまた出してくれたんですよ。へえ。それでなんか飲み物飲みながら、うん、あとご飯も食べながらみたいな感じで楽しく過ごしたんですけど、なんか、はい、なんかいい感じですね。いい感じでしたよ、はい、
で、あの宮古では、はい、沖縄本島ではあまり浸透してないと思うんですけど、あの旗を、なんだろうあれ、旗体操みたいな、あありました、ある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 、旗体操をしだしたんですよ、はい、これ なんとか中学校か小学校か、あるある、じゃあなんとか小学校踊ってとか言って、でなんとか小学校だった人が前に出てきて、で旗持って踊り出すんですよ、あるよ、で結構この何十年経ってても完璧に踊れるんですよね、そうびっくりして、あのね、え自分の私小学校1年生まで石垣島にいたんですけど、そんなのなかったし、まあ、沖縄本島に来てももちろんそうですけど、そんな覚えるほどその旗体操みたいなのをやったことがないと思って、あるある、すごいびっくりしたんですよ、 あの宮古の人たちに聞いたら、うん、えこれ普通じゃないのって言って、うん、それが結構の年齢の人までできる、あ覚えてますよね、そうそう、だからびっくりしてってびっくりして、うん、なんかある時女性の先生がやったんですよ、なんか旗体操、旗体操、うん、えって初めて見て生旗体操、うん、ってでこれが普通にやってるよって言って、うん、で本当に何名か聞いたらみんなやっぱり覚えてましたね、へえ誰だろう流行らしたの、誰でしょうね、こんなに体に染み込むまで覚えさせた人ってね、うん、また向こうはちょっと石垣八重山とは違う独特のもの持ってますよね、うん、宮古島は、そうですね、な島のなんか歴史でもなんか風土でも、うんうん、なんか私のイメージ宮古島の人は勝手なイメージですけど、はい、こうなんだろう頭がいいっていうかなんかスマートな感じがするんですよ、あで石垣島の人は あのなんだろう芸能とかに長けてるかなって思いますね、そんな感じだね、うん、なんかどっちかというと、あなんか経営者とか経営的なのが強いのは宮古かなって思いましたね、まあそれとそのプチハウスは関係ないんですけどね、うん、でも本当にあの楽しかったです、伊良部大橋も渡りましたし、うん、あとは宮古島内もいろいろぐるぐる回って、はい、いろんな美味しいものも食べれましたし、うん、何年前かな、ね、30年前に行ったっきり行ってない、25年前か、25年前、30年生まれてないね、そうですね、30年前は生まれてないね、30年前は生まれてない、生まれる、生まれてきたピョコンって出てきたぐらいに都を一周しようと、うん、大学の時、はい、リック背負って行ったんですよ、うんうん、5時間で回れると思ったんですよ、歩いて、はい、その感覚的に、うん、無理でしたね、あなんか言ってましたね沖縄本島も5時間で回れるって思ってる友達が、あそれ友達が、うん、でそんな感覚かなでもびっくりしたのはなんか危険な体験を何度もしましたよ、うん、そこで何したんですか、僕海で寝てたんですよ、うん、でその当時20数年前、約30年前って今でこそアウトドアで、うんね、テントとか寝るけど30年前でアウトドアするって言ったらなんか冒険家ぐらいでしょ、うん、なんか三浦浩一とか上村直美レベルの、はい、なんかで砂浜でこうテント張って寝てたのでその青年団に囲まれて、うん、えらいことになりましたよ何されたんですか、対決の構図が、そこは俺らの陣だみたいな、そう何にし、本当にあるんですか、ありましたよ、びっくり、言葉が、うん、言葉がですね、うん、分からなかったんですよ、濃ゆくて、はいはい、なんか多分向こうが怒ってたからさらに、うん、それで余計聞きづらかったと思うんですけど、なんで怒ってたんですか、いやなんでしょうね、いやなんでここで寝てるんだみたいな、あでどっから来たのかみたいなのはなんか分かって、うーんで浦添って言ったら浦添が分からなかったんですよ、うん、だからどこえって言ったら那覇の隣って言ったらなんかああみたいな、もうね、もう危機一髪でしたよ。また行ってみるといいと思いますよ。そう、またあれから変わってると思うのよね。もうだいぶ変わってると思います。絶対変わってますね。はい。ああ。橋もつながってるっていうことに衝撃を受けますよ、きっと。ああ、すごい長い橋みたいですよね。うん。ね、景色いいですよ。うん。さらにあの多良間島か、はい、さらに遠くにあるんですよね。聞くところによると。あ、
そうなんですか。タラマはどっちかというと八重山の方、八重山が見えるって言ってましたよ。うーん、え、タラマ島ってさらに繋がってないんですか、橋で。え、繋がってない。さらに、さらに奥。へー、さらに。そうなんだ。はい。いや、行ってみたいですね。ですよね。うん、もう少しすると何、はい、伊良部と佐良浜が、うん、なんか一緒になるみたいな。え、一緒になってますよ。いや、一緒だけど、あの名前が一緒になる、地地区、何、区が一緒になるみたいので、うん、もうね、大変って言ってました。大変そうですお互い、あの、うん、海のもの、山のもので、なんか、うん、どっちの名前取るかってことですか。でしょうね。まあやるとなんか予算がいろいろね、大きくできてっていうのもあるけど、うん、でもやっぱりね、こう色が濃いところなので、あっちの中には自分たちは入りたくないみたいな。絶対そうですよ、うんうん、なんかね、それが色濃く残ってるのがどっちかというと宮古島かなって、うん、八重山はどっちかというといろんなね、観光客とか移住が入ってきて、融合していく、結構フレンドリーな、もうなんかすごいね、になってるけど、宮古島はやっぱりその地域に住んでる人たちが根強くいるので、うん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 、そういった地域の強さっていうのがね、うんうん、伝統、ね、伝統を重んじるみたいな部分がね、あって、なるほど、はい、ぜひ行ってみてください。はい、はい、いね、さあ、それではメールを紹介したいと思います。はい、ラジオネームが、はい、これからかな、はい、あ、こっちかな、空飛ぶクジラさん、はい、聞くだけリスナーの初メールです。はい、いろいろな話題と2人のおしゃべりを楽しく聞いています。はい、今日は久しぶり平日の休みです。うん、これは11月4日なので先週ですね。先週ですね。はい、家でゴロゴロするのも嫌だから外にドライブですが、うん、友達に連絡したら、うん、家の家事やら子供の調子が悪いやら、みんな大変だな、うん、私は今の時間を大切に、南部にするか北部にするか気の行くまま行ってきます、うん、この後の報告は土曜日にということです、うん、はい、あ、なんか報告はまだ来てないですけど。来てないですか。はい、先週だったのかな。あ、どちらに行ったのか、ね、ぜひ教えてください。来たいですね。はい、じゃあ次のメール行きます。はい、ラジオネーム、こくりこ坂の道さんからです。おお、懐かしい。あ、今の時間やっている、土曜日先取りだ。前回風の回廊と口パクのコーナーがなかったので、うん、残念、うん、これは外したらあかん警察です。前回のゲストが去った後の会話が面白かったです。リクエスト、はい、久しぶりに聞きたいな、こくりこ坂。あ、あなたが聞きたくなるのは秋なんですね。チャーリーさん、南さんは秋のおすすめミュージックありますか。ああ、こくりこ坂、こくりこ坂見ました。見ました。見ました。え、こくりこ坂、タラララララですよね。タラララララ、うん、あ、聴きたくなった。あ、そうですか。じゃあちょっと探してみてください。こくりこ、秋のおすすめミュージック、うん、何がありますか。秋、私、あの、最近、はい、朝ドラの、うん、朝が来たっていう朝ドラがやってるんですけれど、あ、それで春のね、はい、AKB48 の365日の紙飛行機っていう歌があるんですけど、あ、その歌おすすめですね。へえ、うん、さ、え、何、365日の紙飛行機、これまだ出てないっぽいんですけど、この歌と、うん、あとは何があるかな、ね、あれです。何ですか。秋の歌っていう感じはしないんですけど、最近ハマってる歌があって。あ、何ですか。なんだっけ名前が出てこない。あの、遺産相続っていうテレビがやってて、うん、で、その遺産相続で流れてる歌なんですけど、うん、アーティスト名が思い出せない。遺産相続、はい、遺産相続、今やってるんですか。今流れてますよ。うーん、遺産相続の歌、生き物係の歌なんですけど。生き物係いいですね。生き物係、あ、生き物係いいですね。秋って感じですね。生き物係っていう、あの、3人グループなんですけど、はい、あの、もともとボーカル女の人で、うん、あと2人男性なんですけど、うんうんうん、この男の人2人が、うん、あの、バンドを作ろうってなった時に、うん、この2人が生き物係だったらしいんですよ。あ、いるね、飼育係とか、はい、生物係みたいな。そうです、はいはいはい、
だからその名前を取って生き物係ってそのままなんですよ。なんか飼育係よりいいね、うん、生き物係、生き物係、あいいいい、はい、の歌、題名なんだったっけな、ラブとピースだ、うん、あラブとピースっていう歌があるんですけど、ラブとピースと365日の紙飛行機、私はこれがおすすめですね。ラブとピース、うん、僕これに出てくる人好きですね、うん、こういう雰囲気の女の子、あナチュラルな感じ、なんか自然の中でみたいな、あそうね、あ好きそうですね、うん、好きそうですなんかわかります、好きそう、うん、いいですよね、なんか、うん、こっくりございます。風の回廊前回できなかったのはちょっと申し訳ございません、はい、はい、ちょっと押しましたねそうですね、僕いいですか、はい、秋の歌、はい、山さんは生き物係のラブ&ピース、ラブとピース、ラブとピース、はい、と365日の紙飛行機、あなんかおしゃれな名前だな、ネーミングってなんかいいですね、うん、僕今日から明日へっていう、うん、歌なんですけど、今だいたいこの時期になると秋になると、うん、あの読書の秋、はい、それから合唱の秋って言ってですね、うん、なんか学校ではよく合唱コンクールが行われるんですよ、はいはい、でその中の一つで、まあ、山さんの時は何歌ってました、合唱コンクール、私何歌ったかな、うん、さあ行こう風に乗ってと、うん、あ、分かんない、カリブは歌ってないかな、あー、カリブあったね、うん、あとは時の旅人歌ったかな、何歌ったっけな、あ時の旅人懐かしいね、ランラララは何ですか、ランラララン、ララ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 ラ、これ時の旅人、あーあー、なんだろうと、はい、なんだっけな、目を覚ませ、うん、あるあるね、これ聞いたことないですか、こう僕の友達が作詞作曲して、うん、へーすごい、沖縄の方ですか、沖縄ですよ、中西中学校、えーすごい、雪広、雪広、雪広アーティストっぽいですね、はあ、あれですよ、文部省の歌に指定されたんですよ、はい、すごい、文科省、文科省の、これですよ、新しい曲ですよね、へえ、みんなびっくりするんですよ、えってすごい、友達が、これどういう段階を踏んで選ばれるんですか、ああ、なんでしょうね、まず、うん、まあ歌になっていろいろ広がっていったんでしょうね、うん、これなんか聞くたびに、はい、雪広音楽の時いつもなんかサボってたけどなみたいな感じ実は好きだったんですね、雪広お前なみたいなすごいだから人ってわからないですよ、何かのきっかけで、うん、こうね、で彼2つ曲を出したんですよ、うん、はい、文部省の指定の曲を、へえ、2つともその選ばれてるんですか、そう選ばれてます、これが今日から明日へ、もう一つが平和の鐘っていう、うーん、いい歌ですよ、いい題名ですね、うん、とってもいい歌ですよ、合唱をね、ぜひ聞いてみてください、ぜひ皆さんね中学校の時思い出してはい、じゃ次のメールいきます、はい、ラジオネームが読谷の空さんです、こんにちは、はい、読谷上空気持ちいい青空です、はい、先週土曜日のコーストライン聞きました、お全国52局でつながってるんですね、つながってます、この番組ではチャーリーさん画面に出てるんですね、いろいろな県からのメールのやり取りで普天間基地移転の話が出ていました、うん、その中で沖縄に来て沖縄の風を感じてくださいといった南さんの言葉がジーンときました、うん、また川口京吾さんも共感するお話をしていたので嬉しくなりました、うん、おっと、うん、山田みなみワンダフルワールドの番組ではなく、うん、外の番組についての感想になってしまいました、あいいですよ、では沖縄の風を感じながらウォーキングに行ってきます、あいいですね、いいですね、ウォーキング続けているということで、うん、はい、今日もこの後6時からコーストラインありますので、ね、
聞いてください。ありますね、全国52局ネットって すごいですね。ミュージックバードっていうところがなんかやってるみたいですね、これ。ああ、うん、そうなんですか。はい、すごくいいみたいですよ、52局ネットが。52局、はい、ね、楽しみですね。はい、はい、では次のメールいきます。はい、ラジオネームが紅白まんじゅうさん、こんにちは。はい、毎週土曜日を楽しみにしています、うん、ところでユーストリームがアップされているということは、うん、今日は収録かな。あところで最初から口パク、いきなりハードル上げすぎ、うん、でも山田みなみワンダフルワールドマニアとして解読に挑戦。あ先週の、はあ、口パクを、はあ、何だろうと言います。先週何やったかな、ね、はい、さあ次のメールいきます。はい、ラジオネーム、夏メロマニアさんです。うん、はい、チャーリーさん、みなみさん、いつも楽しく聞かせて見せてもらっています、うん、はい、1時間の番組が早く終わる先週は風の回路がなかったのが残念でした。ゲストの話も盛り上がっていましたね。うん、話は変わりますが、最近見た DVD で面白かったものを紹介します。お、何ですか。もう見たことがあるかもしれませんが、はい、僕の彼女はサイボーグ。ああ、わかる。綾瀬はるかのあなたの心感じるがいいですよ。他におすすめがあれば教えてください。ああ、わかるわかる。ということです。あれですよね、小出圭介が出るやつ。僕の彼女はサイボーグ。うん、おー、よく知ってますね。あ、私題名しか知らない。綾瀬はるかが、そうですね、そう、出てますね。ガシンガシンになってました。そうなんですか。あ、サイボーグになって。うーん、いいですよ、あれ。感動系ですか。うん、感動します、最後。ラブ&コメディ。コメディも入って、コメディも少し入ります。へえ。小出圭介。うん。もう綾瀬はるか。小出圭介知ってます。はい、知ってます。小出圭介。ジュノンボーイ。ジュノンボーイ。中で。はい。何年かで賞取った人ですよね。うん、君にしか聞こえない。うん。とか DVD で。うん、出てるんですけど、はい、ドリカムの歌もあります、ね、ドリカムの、はい、曲に合わせて、はい、タイムスリップした男女の話が、うん、5分間だけタイムスリップした男と女の話が出てくるんですよ。うーん、その5分間が最後に、うん、あって感動するんですか。うん、感動と少し切ない。あ、いいですか。昔の映画ってなんかいいですよね。なんか脚本というか、うん、とってもよく練られてるというか、うん、でこの小出圭介ですね、はい、とか今関ジャニで言ったら錦戸、はい、とか、うーん、味出てますね。味出てるでしょ、はい、でこの人たちどうって中学生に聞いたらなんて答えたと思います。かっこよくない。おじさん。おじさん？はい、あ。でしょ？もうこのなんかおじさんなのかみたいな。そう。じゃあ誰って言ったら。福山とかじゃどうなるんですか？もうおじちゃんなんです。中学生ですよ。って言ったら、うん、誰って言ったらやっぱり福士蒼太ですね、ラインで言うと。あー、なるほど。もうそっか、20代前半じゃないと受け付けないんですね。はあ、じゃあギリギリのラインは誰って言ったら、うん、誰だったと思いますか。うん、まあここまでのラインだな。嵐とかもおじちゃんなんですね。嵐ダメですね。ジェイソウルブラザーズとか。ああ、ジェイソウルはまあ、うん、結構年齢上ですもんね。うん、誰だろう。俳優です。俳優最近出ている、うん、よく出てますテレビで。よく出てる人、俳優、誰だろう。最近出てます。刑事物に出てます。刑事物？はい。年齢は何ですか？まあこれだけこのレベルなんだと思って。誰だろう。七尾さんと出てます番組。七尾さんと？はい。刑事ドラマ？わかんないです。正解は？松坂桃李。ああ。までらしいですね。それ以外はダメなんですか。ダメ。中学生厳しいですね。厳しいですね。中学生の世界は、さっき言った、うん、これですね、平和の鐘。はい、あ、なるほど。
こういった感じですね。うん。でね、それでは、はい、次のメールに行きましょうか、うん、はい、ラジオネームが、はい、キス&キスさんです、うん、聞いてください、はい、最近イライラがマックスだってだってなんか黙って我慢していりゃいい気になっていい気になって女は優しさだよなうるさい洗濯ぐらいしろ汗臭いのはみんなお前のものだ唯一の取り柄は男前のところ今いびきかいて幸せそうに寝ていますおいズボンに手を入れて寝るなっつーのいつか言うぞさよならはいすっきりしたドリカム大阪ラバーリクエスト曲ですねこれは。あ、面白い。あ、僕こういう女性好きそれを見ながらメールを送ってくれるってありがたいですね。ああ男前か。キス&キスさんって初メールですよね。初メールですね、うん、ドリカムか。なんか面白いですね。初メールでこうなんていうんですか、このイライラメール、初メールのイライラメールしかももうイライラがマックスって。マックス、いやー、わかりますよね。わかります、わかります大阪ラバーズ大阪に住んでたんですか ね、あの、うん、選曲がいい、あ、と力強い思いました。うんうん、あ、へえ、そう。でも男前っていうのが取り柄って本当男の人、この人得ですね。得ですよ、うん、それだけで、うん、だって多分その顔を見たら見たら満たされるんでしょうね。でしょうね。どんなその人のだらしない部分も全部目をつぶれるってことですよね。そう、うん、もうこの男前を取っちゃったらダメですね。ダメですね。この男の人も、ま、この男前を磨き続けて。さっき言ったじゃないですか、頑張ってもらわないと。そう、男磨かないと、うん、5年10年経っていくと、うん、ね、そうですよ男前がね、うん、あ、そこがなくなってしまうと、なくなってしまう、てんてんてんってなっちゃうからね。そう、だから一緒にやっていかないとダメですよ、はい、本当に、うん、またなんかこうちょっと一分が溜まってきたらぜひ送ってきてください。送ってくはい、なんかでもなんか行った方がいいですよ絶対。そうですね、うん、行った方がいいですよ、はい、ラジオネームが泣き人ラジオさんです、はい、ほぼ毎週見ています、はい、ありがとうございます。先週は音が入ってなかった口パクスペシャル、リスナーの皆さんが簡単に答え出すから超難しくしているさと思いきや実は音声ミスあ、後から声が入ったユーストが流れていましたよ、はい、もう腹時の山田みなみワンダフルワールドでも前半かなり解読しました。すごい。そうなんですよ、言われたんですよ音入ってませんよってスタッフの方から言われて、それでこれしょっちゅう言われてますからね。そう、それで、はい、その日は、うん、あの音声流して、うん、ユーストを撮ったんですよ。音声は流れてたので、はい、その音声が流れてる部分を途中から、うん、映像にして流したんですよ。だから半分ぐらいは多分入ってる、うん、それで半分って言ってるんですね、はい、なるほど、失礼しました本当ですよ、音が入ってなかった。はい、音オフさんっていうラジオネームの方もいますから、ね、ああそうお豆腐にしたら意味ないよねラジオ番組でね、はい、本当に。じゃあ次いきますね、はい、ラジオネームが読谷のそらさんです。はい、こんにちは。おはようございま す, います今日は生放送ですか。はい、はい、生です。毎週お二人のおしゃべりを楽しみにしています。ありがとうございます。読谷上空朝から雨は久しぶりです。お、1年で今が一番過ごしやすい季節です。うん、言える。夏の害虫のあの2匹がいないなんて、うん、南さん小橋マラソン出たんですね、うん、そんなさりげない前向きなパワーと行動力が南さんの魅力ですね、うん、いやそんなことないですよ私はまだイベントらしいものに出たことがないので次の挑戦目標にしたいと思います。そうですね、ぜひぜひ。あ、ちなみに2月に沖縄マラソンがあるので読谷の空さん、いや、チャレンジチャレンジ、あの、はい、ハーフ、あ、違う、ハーフもあるフルマラソンじゃなくても10キロもありますよ、ね、いいんじゃないですかね。出てみてください。はい、今日久しぶりに雨降ってますね。うん、うん、いいですね。いいですね、たまにはこういう日も、はい、水あげなくていい。はい、さあでは次いきます、はい、ラジオネームワンダフルガールさん、はい、久しぶりのメールです、はい、小橋マラソン私も走りました。おでも8キロ地点でダウン、
新座扉を制する者は覇者となるというキャッチコピーがあるくらい、このコースの最大の名所であり難所、うん、カーブのある急坂が体力と精神力を削り取っていきました、うん、そうなんです、うんうん、未来金井橋の光景は最高だけど、バテバテでそんなゆとりもなく、うん、感想はできませんでしたが、参加することに意義あり、うん、みたいな。でもその後のビールは最高ですね。生きててよかった。みなみさん感想すげー、さすが、ありがとうございます、うん、頑張った皆さんと大会に関わったスタッフさん、本当に気持ちよくランできました、うん、そんなみんなへ、うん、音楽のリクエスト、あ、何ですか、生き物係でエール、いいですよね、いいですね、本当励まされる曲なんですよ、いいですね、なんか今日みんなナイス選曲、ナイス選曲がいっぱいありますね、うん、エールか、エール、はい、はい、本当昭和市マラソン、うん、お疲れ様でした、走った皆さん、はい、次那覇マラソンは私走りたかったんですけど、あれ抽選ですよね、なので、はい、あ、まあ、沖縄マラソン走れたら走ろうかなと思っています、うん、いいじゃないですか、頑張ります、 42.195キロ、はい、うん、では次行きます、はい、ラジオネームが紅白まんじゅうさん、うん、先週はユーストが音全編口パク、いきなりレベルを上げた気になる内容、2回目のユーストアップで少し回答、回答編らしきものが流れたが、まさにこの先ほどチャーリーさんが言ってたことですよね、そうですね、そうなんです、すいませんすいません、全編口パクって本当そこレベルレベル高いですからね、だけ、はい、全編口パク、次いきます、うん、ラジオネームが屋根裏の散歩者です、うん、今日午後4時に、うん、午前4時だ、午前4時に目が覚めました、というのは毛布の上を何かが這い上がってくるのが分かり、横向きのまま、あの金縛りになりました、人差し指を立て、うん、中指でクロスさせると金縛りが解けるというまじないを聞いたことがあるので、指だけは動かせたのでやってみました、そしたら、ね、子供の声も子供の声でそれは関係ありませんと言われました、思わず冷や汗がどう、その時今日は土曜日、山田みなみワンダフルワールドがある日だ、ところであの山田の前についているドってなんだと考えているうちに金縛りが解けてしまいました、絶対信じられないと思いますが事実です、怖かった、今も少しだけ背中のあたりが苦痛です、ところでドって何でしたっけ、でも確実一人の人を妖怪から救ってくれました、私は特に霊感があるとか見える人ではありません、チャーリーさん南さんありがとう待って待って、何もしてない私たち何もしてないですよね本当にすごい、うん、ドって何ですか、ド前説明しましたよ、もう一度説明をお願いします、え、これですよね、これこれん、これ、あ、そうなんですか、こうしたら金縛りが取れる、解ける、解けるって、ちょっと見せてくださいよ、え、見せてくださいよ、どんなしたら、こんな、こんなしたら解けるんですね、ね、十字を作るって、なんか昔か、でも金縛りの時にこの手動かせないし、あ、これだって考える余裕がないんですよね、あ、でも金縛りの時に僕会ったことはないんだけど、金縛り、うん、目とか動きますよね、目パチ、まばたきとか、指とか足の指は動くらしいみたいですよ、ね、あ、そうですか、わ、うん、かんないですけど、へ、うん、どうはですね、うん、やっぱりあれですよね、一つの貧粉、貧粉、うん、貧粉、貧粉ってあるじゃないですか、うん、あの昔の古民家に、うん、なんかいきなりこう沖縄のお家ですよ、住宅、はい、入っていくとすぐなんか玄関が見えるんじゃなくて、なんか壁みたいなのがあるじゃないですか、うん、あれはなんか、まあ、魔除けみたいな部分で、うん、貧粉って言われてて、うん、名護にも貧粉が始まるっていうのがありますよね、はい、あれは道路に真ん中に立てることで、うん、いろんな、まあ、いろんななんか災いとか風水みたいなものを取るみたいな、うん、のちょっとおしゃれっぽくちょっとポルトガル風につけたのがあのドってドだそうですよはい、これチャーリーさんが考えましたので勝手に、はい、ということです、はい、じ
じゃあ次のメールいきます。山さん、でももう少しで風の回路あれですよ。そうですね。はい、最後のメールいきます、ね。はいはい、ラジオネームがお豆腐さんです。はい、こんにちは。はい。なぬ？全部口パク？そりゃないですよ。メガネ女子賛成。南さんとっても似合っていますというよりイメージがガラッと変わっていいです。おところでメガネを買う買い替える時に一番いい時間帯は午前中とのことです。目覚めた後は目の疲労が少なく、うん、視力がベストの状態なので一番体に合ったメガネを作れるそうです。そうなんだ。午前中、なんか午後からが多いですね。ですよね、うん、やっぱ午前中はちょっとゆっくりしたいっていうのもありますからね。そうそうそう、仕事の帰りにね、うん、夕方みたいなのが多いですね、うん、あ、ダメなんだ、うん、みたいです。あ、疲れてるよね、やっぱり夕方、うん、なんかちょっと強めの視力になるかもしれないですね、うん、あ、そうなんですか、わかんないですけど。いや、なんか疲れてるから、うん、ちょっと視力も落ちて度が強くなるっていうことじゃない。あ、多分多分参考にしたいと思います。はい。はい、では今日読めなかったメールはまた来週読みます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて山田メール、風の回路。はい。で今日も、沖縄タイムスに載っている記事の中から紹介したいと思います。はい。はい、島と私の宝。うん。島と私の宝。島の宝というフレーズに私はどうも弱い。ビキンのシマンチュヌ宝などを何度聞いても胸がギュッとなる。私にとっての島は沖縄ではなく奄美になるのだが、奄美にとっての宝について思いを馳せずにはいられない。なぜこのフレーズにこれほど弱いのか。宝という言葉の持つ意味が本来の金銭的な意味とは全く違うものを島の宝は指すからだと思う。宝とはすぐそこにある青い海であり、どこまでも広い空であり、集落の中を走り回る人懐っこい子供たちであり、島こもごもごこもごもを歌う島歌であり、近すぎて当たり前すぎて価値が測れていない、そんなものが島の宝なんだと思う。そんなことをつらつらと考える中、自分の中の宝について思うことがあった。最近、東京の会社と一緒に仕事をする機会があった。島を訪れた彼らは私とほぼ同世代。仕事も IT 関係で同職種である。奄美大島でのセミナーが終了し、町へ出て居酒屋でお酒を飲み交わした。目の前には黒糖焼酎、場所はよく知る居酒屋。それでも彼らと話をしていると、いつもの場所がいつもの場所ではなくなってくるかのような不思議な感覚に陥った。彼らと自分の感覚が全く違っている。聞けば激務で家族と過ごす時間も少ないという。しかし仕事は楽しいから仕方ない。これから一部上場するのが目標だということ。今現在の世界の時の流れのことやたくさんの刺激をもらって参考にさせてもらった。しかし話を聞きながら考えていたのは、世界を見据えた仕事のことではなく、今私が大切にしたいことって何だろうという、とても小さな自己への問いかけだった。それぞれの一日を聞きながら、家族みんなで囲む夕げ、週末子供が寝た後に楽しむ旦那との晩酌、休日に遊びに行くのも海、小さなオフィスで自分たちが本当にいいと思ったものを作る喜び、何が自分にとっての宝なのか私はよく分かっている。東京から島に来て15年、大切なものを大切にできるから私はここで暮らしているのだ。島と私の宝を紹介しました。うん、いいですね。宝っていいですね。うん、宝物って、シマンチュの宝、確かにこの歌いい歌なんですよね。うん、うん、僕はこのシマンチュの宝の時に少し強烈な思い出があります、はい、うん、強烈な思い出、はい、国体道路でありました。何でしょう、それを話すと結構 長くなりますか、時間が。じゃあそれはまた終わってから聞きたいと思います。はい、
はい、自分にそうですよね、なんかこう忙しさに追われるのも、うん、こう仕事が充実している感があると思うんですけど、うん、やっぱりちょっと自分の時間を取って、うん、なんか自分への問いかけをしたりとか、なんだろう、本当にこれが自分のやりたいことなのかっていうのを立ち止まって考える時間って本当に大事だなって思いました。思いましたね。あ、いいことです、うん、僕毎日ありますよ。あら、毎日。あ、偉い。でもそれ大事ですよね。はい、8時、うん、8時から9時の間で、うん、1時間は、うん、たった2、3分なんですけど、うん、その場所に行って、うん、ね、雲を空見て、うん、その時間帯はいろいろなんですけど、はい、いいですよ。あ、いつも行ってる場所があるんですね。うん、まあですね行ける場所があるんですね。行ける場所があるか、あの仕事場の中で。うーん、皆さんもね、身近なところで続けられて、はい、そのちょっとした時間に全てのことを忘れて、うん、なんか空見上げるといいですよ。はい、うん、ぜひ自分のなんか居場所みたいなものを見つけてみてください、うん、ください、はい、お届けしました山田みなみワンダフルワールド。あ、今日私立中学校43期生ロアジールホテルで7時から同期生会があるっていうので告知してって言われてやっと今なってます。頑張れみんな、はい、頑張れ、楽しんでください。はい、いきます、はい、ではエンディング山田さんお願いします。はい、席89度15分 50.8 秒、これが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中では小さな星でも地球にとっては大切な星。動くことない道しるべ。北半球どこにいてもポラリスを見ればそれは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られた時、壁にぶつかった時、心の中で迷う。そんな時、何が道しるべになるだろう。光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きてゆく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では一日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM 二来からお届けした山田みなみワンダフルワールド、50分間お楽しみいただけましたか。この番組はカラオケハウストマト、ベストミックスエネルギーのひじゃ川ガス、オリジナルプリントウェアマトエンタープライズ、ガナハミート、戸口スポーツの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。お疲れ様でした。メール読めなかったやつ。京子さんの流せなかったですね。流せなかったね。うん。いつも押してしまう。こんな感じで。はい。
本来の記事の姿、新聞の姿があって、それを伝えないといけないっていうようなことを書いていて、それを自分が彼女の書いたものをちょっとエッセイにして新聞に出したんですよ。あ、マテ先生がですね。なるほどね。それでちょっと読んで、ちょっとだけ感動したっていうことで、でこれいろんな記者に見せてくださいって言って、それをいろいろな記者に取材に来た時にこれ見せて、なんかで自分のところに来る記者は大体もう経験を重ねた記者なんですよ。でその基準を見せた時に、あ、初心ってこんなだったみたいな感じを、なるほどね。なんかとっても今自分は初任者研修っていう制度があって、はいはい、新しく先生になった人の担当教師なんですよ、はいはい、その中で初任には言えるけど、今だから言えるけど、これがもう4年5年経った教師には言えない、もうそれは当たり前だろうっていうのと、もう初任でもないからそんな基本的なことを言っても仕方ないよね、初任の間に聞ける言葉って限られてるから、っていうのを昨日ちょうど同じ初任者研修の担当の先生が話、言葉っていうのはその情報だけじゃないですからね、言葉を通して伝える言外のいろんなことを、それが言葉の意味ですもんね、指導とかもそうですわ、なるほどね。あ、メールね、聞いてると思うけど、大体僕週末、木曜の仕事終わってから来て最終便で来て月曜か火曜に帰るパターンを月1回撮ってるんですよね、今ね。で今回は火曜日に帰るかな、だから土曜日とか日曜日の催しとかは出れるっていうか、かなり旅費すごく、でもですね、1人でとくると高いです、いつも考えてくるんですけど、2人セットっていうのはいろんな意味では安いですね、それから乗れば乗るほど安くなりますから、いろんな特典がつきますんで、実際には3分の1か今北海道かなりですよね。そうです、でも飛行機っていうのはですね、どこも世界中そうですけど、東京とこれ2倍あっても2倍になるかったら 1.1 倍にしかなりませんので、ね、料金は、まあ、簡単に言うとそんなもんですね、不思議ですよ、皆さんこんにちは。こんにちは。では社内連絡です。はい、サボっている山田さん、山田さん聞いてますか？所定の位置にお付きください。誰ですか？サボってません。サボってません、はい、お仕事です。しっかりお仕事に、はい、行くそうですけれども、はい、先週ですね、はい、私大惨事がありましたよね。ありました。そう、洗濯機の中にしかもカルキの入った水が満タンの洗濯機の中に携帯電話を落とし、しかもこの携帯を取るためにかき混ぜ取ったという、そして連絡がちょっとつかないというような大惨事がありまして、はい、ありましたね。でまあね、一つのものに依存すると怖いことがあるよみたいなね、話を先週届けたばっかりなんですが、で結果は、結果は、メトン治りました。メトンすごくないですか？自力で、はい、いや自力ではないんですけど、その日、はい、私個人的にね、はい、お祝いがあって、はい、個人的なね、自分の、はい、ありましたね、あって連絡がつかないと、みんなにまあブー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 言われて、で次の日にすぐ、ちょっとネットで検索して、まあこう iPhone が
水没したらどうすべきかっていうのがあったんですよ、うんうん、でやってはいけないベストナンバーワンに乾かすってあるんですよ、うん、えみたいな、しかもあ違うな、熱風で乾かすって書いてあったわけ。熱風で乾かすダメ、そう、はい、え完全に私は熱風だった、そう熱風で乾かしてたと思って、本当にもうその強烈な熱風です、強烈な熱風です、あの手乾かす、ね、トイレにある手を乾かすやつで乾かしてたから、そう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 、で、あのあやばいと思って、うん、でああのこの携帯会社に行ったんですよ、うん、今言いそうだったけど、うん、どこの会社か、うん、とかって言ってたけど、うん、言っていいんじゃないですか、言うにね、行こうと思って、いや今言いましたね、そうそうそう言ったんだけど、はい、こうラジオが終わってすぐ AU に行ったんだけど、あ、iPhone は Apple 社なので、うん、ここでは修理が賜らない、と思って、でも今日だけは連絡つかないとどうしてももうやばいんですよって話をしてて、そしたら、うん、なんか一応代車、代価って言ってた、あるじゃないですか、うん、ちょっと探してみますって言ったんだけど、優しい、ないわけ、ないな、みたいな、近くのって言っていろんな店舗探したけどなくて、うん、あもういいやと思って、今日はもう連絡も取れないけどいいやと思っていたんですよ、うんうん、で、まあ、次の日にアップル社に行こうって思っていたんですけど、いろいろ検索するとどうやら iPhone 修理専門店っていうのが、うん、県内にもある、はい、あちらこちらにあるらしくて、あるあるある、はい、でそこにとりあえず行ってみよう、まず電話してみようと思って電話して行ったんですけど、あの特殊なこう洗浄機にかけてこう乾かす、うん、完全に中も乾かすっていうやり方らしいんですね、うん、でやったら、うん、見事に復活、今ね綺麗に本当に水入ってたかなっていうぐらい何もないんですよあのあれもないんだ、線も、線もない、線もないわけ、すごい、なんか2、3日はあったんですよ、こう斜めにしたらちょっとこう水入ってる系っていうんですか、あ、ね、はいはい、あちょっと液晶やられたなって思っていたんですけど、見たら完全に今も完全に乗ってて、僕そこで気になる、はい、気になるというか、はい、お値段、あお値段、うん、なんとジャパネット高田ではないんですけど、なんと、ここだけの話、ここだけの話似てないね修理代、税込みで5300円くらい、ああまあセーフです、ね、でも完全にセーフでしょ、完全セーフです、一応この安心パックで修理代無料っていう、うん、こう私のパック入ってたんだけど、はい、結局そうアップル社だったら使えるんですけど、こう専門店では使えないんですよ、うーん、でだけどやっぱりバックアップって言ってこう中の保証も取ってなかったから、写真ビデオ今までのこうアドレス帳とか全部消えるよりも、もう5300円で戻ってきたんだったら全然 OK でしょっていう話、嬉しい、うん、で速攻もバックアップ取って、超いいね、ごめん、よかった、本当に安心しました、本当だったらやっぱ数万円かかるぐらい、もっとだよね、そうだよ、価値的に言うとね、価値的にはもう相当ですよ、だってこの携帯に変えて、そう、オグで OK って感じだね、僕にね、そうそうそう、ね、なんか送りたい気分でしょう、本当に嬉しかったです ね, ね, ね、僕に送りたい気分でしょ、それはない、ないかな全然ないですねそう、はい、そうかな、まあ、そういうこともね、あって、まあ、先週のね、第3次から、まあ、見事復活した小嶋さんのエピソードだったんですが、大凶成人ね、はい、今日は、はい、なんとです、なんとゲストで、あ北は北海道、南は沖縄の九州沖縄まで、はい、北の方からなんで九州沖縄っていうかな、うーん、南は北海道、北九州までって言えるね、え、なんで北は北海道、南は沖縄まででいいじゃないですか、あ、いいですね、九州ではないでしょ、よく南は沖縄ですよ、アナウンサーの方がよく言うじゃないですか、え、だから北は北海道、南は九州、沖縄までみたいな、まああれじゃないですか、あの日本列島の端っこは九州ですが、沖縄も日本ですっていうのかな、まあそのね、まあその北の方から、はい、はぁ、あ、北の北海道、全然似てない、全然似てない、全然ではご紹介お願いします、はい、堀本鈴さんです、はい、これめ、はい、名刺もらったら、こんにちは、はいはい、さい、はい、はい、はい、
やってるんですか。誰ね。誰なってるんですか。ああ、ホタルちゃん。花の国やってる。あ、ちょっとあんま似てないよな。それちょっと似てないな。失礼しました。まあ、そういうことで。似てましたよ、微妙に。いや、私の方が似てたでしょ。いや、全然。伝わるでしょ、雰囲気は。やっぱ、蛍って、蛍しないとダメですか。いやいや、はい。さあ、はい、北海道からなんと、はい、はじばる、いらしてますが、はい、いらしてますね、はい。はい、いつから？今回は木曜の夜中に着きまして、夜中に、那覇の最終便が11時ぐらいですよね。で向こう仕事終わってくると大体その便で来ますね。はい、大体そんな感じかな。うん、で、いつまでいらっしゃるんですか。今回は火曜日に帰りますけどね。あ、はい、じゃあ5日間ぐらい、うん、ぐらいかな、うんうん、5日間ぐらいの沖縄滞在ということなんですけれども、うんうん、今日は、はい、まあ、さっきね話ちょっと聞いてたんですけれども、うん、チャーリーさんとどうやら、はい、なんかつながりがあるらしくて、そのなんかいきさつみたいなね、はい、聞きたいなと思うんですけれども、まあですね、はい、今週、うん、じゃない、来週、うん、水曜日に、はい、琉球新報ホールでの、はい、演出に任せて、はい、っていう再演ね、はい、させてもらうんです、はい、まあ、沖縄の今、うん、ね、問題になってる、うん、まあ、米軍基地のものを、はい、まあ、中学生の視点からこう見て、うん、それをいろんな立場になって考える演劇なんですけど、まあ、その演劇に、はい、見に来てくださった。ほう、これはいつの演劇？これは10月に行われた天物館でね、はいはいはい、フェンシングとかで、はい、父も母もそして私たちも基地のない沖縄を知らないと、うん、っていうのが10月に行われてたんですが、うん、その10月にも沖縄にはいらっしゃるということですか。あ、だいたいね、月1回ぐらい来るんですよね、なんでですか。なんでっていうと、まあ、まあ、家内はナファン中ですから、まあ、そういうこともありますけどね。ただ僕自身はもう沖縄に関わっても40年になりまして、でずっとですね、まあ、北海道の人だから、うん、やっぱりね、寒いとこだよね、うん、だからやっぱりあったかい南の沖縄になんか憧れがもともとあるんでしょうね、北海道の方でも、うん、沖縄に憧れてあるんですか。いやいや、やっぱり寒い、寒いところからはやっぱり暖かなうちのこのね、うん、少し緩いものってやっぱりいいじゃないですか。なんかでもね、繋がる部分があるんですね。いや、ある、それはね、国民性というか人は似てんだよ。だって向こうは端っこでしょ、はい、うん、さっき九州沖縄の話だったけど、やっぱ沖縄も端っこだよね。だからそれ端っこ部分ってね、共通してるね、うん、ましてや気候がほら、向こうは寒くて大変ね、はい、こっちはもう暑くて大変じゃない、台風みたいな、うん、やっぱりそういう環境とか、あるいはまあいろんなこの人間関係みたいなのも似てんじゃないかね、うんうん、毎月沖縄にいらっしゃる。いやいや、それはね違って、まあ、最初は旅人だね、旅人で来て、年に2回3回かな、例えば西表でキャンプしたり、まあ、旅人ですよね最初はね、はい、若い子だ、はい、で大学の頃に僕は琉大に来まして、まあ、10年ちょっと住んでましたから、はい、でまあ、その後何年かこっち仕事して、はい、でやがてまた向こうに戻って、うん、そうこうしてもやっぱりね、ほらうちなが呼んでるじゃないですか。で、はい、いつ行くべっつってね、そうね、なりますからね。で、まあ、その今はまあ行ったり来たりみたいになるもんね。うん、なんかここまでこう沖縄に来る回数が多いと、まあもう沖縄に住んじゃおうかなっていう気持ちとかっては。もちろん、うん、住めたら一番いいですけど、僕の場合仕事を向こうでしてたりして、うん、うん、やっぱりその両方。まあもう、まあちょっと中途半端だけどね、うんうん、まあ、今のスタイルでいいかなっていう感じ、うんうん、もちろんこっちに住んだら一番いいでしょうね、うんうん、だけどやっぱり仕事とか生活とかで、うんうん、両方に足あるのも悪くないかな、うん、一箇所って、ね、ほら人間ってさ一箇所に立っちゃうと視点がさ一、うん、つだよね、二、うん、つあると二つの視点から見れるから、目もそうだよね、2つあるから距離感分かるね、うん、やっぱり1個でない方がいいかもしれないね。
でもねすごいですよね日本の端から端までをこうよくね行き来されるということなんですけれども、うんはい、まあそういった中でこう10月に行われたこの天使に吹く風の演劇を見ることになるんですけれども、うん、まあそのきっかけというか、あそうですね、どういったまず新聞に事前に告知がありましたよね、うん、それからNHK あたりもちょっと流してました、うん、その時にですね僕に本当にこう入ってきた言葉は何かって言ったらね、うん、子供たちというかが基地のない沖縄知らないっていうのは分かるんだけど、うん、自分のお父さん世代も知らないんだっていうこの時代を超えてね、うん、ある現実だよね、うん、それをこのキャッチフレーズにある時に僕はこれって今現実にあるんだよな、そういう今うちのあの状態なんだなと本当によく表してると思って、うん、でそのキャッチフレーズからじゃあ次何を考えるかって言った時にほら一方通行のね、うん、あるいはこの頭でいくがちな考えじゃなくて、うん、あれこれってまず変だなと、うん、なぜかなというあたりとか、うん、みんなどう思うってそれを子供っていうかな中学生みたいな本当にこう若いね、うん、心っていうか感性だね、うん、がどうやって捉えていくんだろうっていうのが非常に興味惹かれましたね。このキャッチフレーズと、うん、奥に見えるこの背景みたいなのが、うん心を掴んで、まあ、見に行こうっていう感じだったってことですね。はい、そうですね。実際どうでしたか、見に行ってみての感想。一言で言うとですね、はい、よく若い人がこんなに考え演じ、うん、そしてみんなが協力してこれだけのものをよく作り上げたなと、うん私はね非常にこう笑いもありね楽しさありの中にシビアなことを捉えてるものなんだが、私はそれを見てるとねなぜかねこの笑いの中にも涙が止まらないんですよ。若い人が一生懸命やってはいまたこれでいいかって言ってるそのなんだろう人間のね姿を見た時にこれが若い人だよなと思ったら、自分はもう若くなくなってきたら若い人これが若い人だよな、未来絶対この若い人たちが作ってくれるよなって思ったらね涙が止まらない、うん、そうでしたね。確かにこうね今演じてる人たちが、うん、こう未来をつないでいくというか、うん、で今それを実際こうね演じて、うん、演じる中でもこう考えて、うん、自分たちの思いがあるのに上乗せして、うん、こう演劇って作っていくものだと思うんですけれども、うん、まあね今感想でもあったように、うん子供たちの笑いがあるところでも涙が止まらなかったというのがありまして、うん、実際この、原作といいますか本っていうのは、読んだりはしましたか。これをね今回茂木先生からいただいて、はい、読みたいなと思いました、うん、というのは上手に無理のない範囲で内縄口が入っていて ね、 ああ そうですね、それもお年寄りが言う正しい内縄口と、うん、それから若い人の言うなんていうかな、うちの大和口的な、はい、アイデジアさみたいな、そのから、はい、なんでかという、そのあたりが上手に程よく入ってるから、入ってきやすいんですよ。あ、なるほど。非常に入ってきやすい。そして、日常の言葉の中に、みんなが考えていることが、等身大で聞く人の方に入ってくるの。その言葉の中。とてもよく言葉が選ばれてると僕思う。伝わりやすいですね。そうね、うん、いや実はねそれをあれ見た後に僕向こうでもよく講演会とかでうちの紹介したりあるいはまあ文化講演会みたいなのも毎月のようにやるんですよね、うん、でその中で来た人がぜひこれはねなんとか見たり読んだりすることできないものかと、うん、自分は今沖縄行けないけど、うん、そういうのをなんか手に入らんものかという非常にこうリクエストがありまして、それで僕又吉先生にね私はなんとかならんもんだべかのうと相談したそういう次第なのさ。なるほど、うん、なんか私はね、うん、すごく気になったんですよね、こうなんというかやっぱりこのフェンスに吹く風っていうのが沖縄の問題を映し出しているものじゃないですか、うん、で実際私もこの本を読んだ時にやっぱり私にもわからないこう真実みたいなものですかね、うんうん、って結構書かれてるんですよ。例えば、うん、確かにフェンスの向きってこうだなとか、うん、あったりこう
基地の名前がどういう由来でこうなっていったのかっていうのも、うんうんうん、まあ、書かれてるんですけど、うんうん、私はそれを見て初めて知ったっていう、こうやっぱ沖縄の人でもわからない情報っていうのが書かれてたりして、でそれがまあ分かりやすく書かれているんですけれども、なんかその時にこう、なんていうんですか、沖縄県外の方がこの演劇本に、うん、興味を持つきっかけってなんだろうって思ったんですよ。例えば私たちからすると、うん、例えば広島の原爆の、例えば演劇があった、うん、でそれを、あ、なんていうんですか、事実は分かっているじゃないですか、うん、でもその中身を知ろう、その演劇が例えば、まあ、旅行先というか広島に行った時に、うん、演劇やってますよ、新聞で見ましたよってなった時に、そこに足を運ぶっていう、こう、なんていうんですか、行動ってなかなか、なんていうんだろうな、そう簡単に行こうっていう、こう行動に移らないんじゃないかなって思ったんですけど、それが北海道、もう本当に反対側の北海道の方がこうね、うん、見に来たっていうのがですよ、ね、なんかすごいなと思って。でもこれね、人の行動力というか、僕この前ジャマイカの人と少し、はい、ほんのちょっと自分なりに友達になって自分なりに言葉通じなかったので、はい、なんかポルトガルかなんかわからない、そこで、うん、ジャマイカの有名なコーヒーって何かわかります？え、うん、ジャマイカのコーヒー、コーヒー有名なブランドってこと？ブランドですよ。スターバックス？いや違いますよ。いや、あのコーヒーです、コーヒー種類。ああ、え、普通のあれじゃないの？有名なコーヒーがあるじゃないですか、ほら、ね、コナコーヒー。コナじゃん、コナハワイでしょハワイ結構離れてますよコナ。有名な、はい、ジャマイカ、わかります？ブラジリアンコーヒーとか。いやいや、もう超有名ですよ。世界三大コーヒー。なんだろう。ブルーマウンテン。ああ、もう確実ナンバーワンツーの。でしょ？うん、でも、え、ブルーマウンテンって名前からするとアフリカ、ヨーロッパ系の名前でしょ。そうなの。このブルーマウンテンっていう山があるんですよ。はいはい、そうですよね。なんかコーヒーのそうブルーマウンテンって書かれてたら、山書かれてますもんね、うん、あれブルーマウンテンって山から来てるんですけど、でしょうね、きっと。なんとそこのね、取れる 89% のブルーマウンテンは日本に輸出してるんですよ、はい、ほうほうほう、 89% ですよ、すごいね。世界各国の中で日本に結構来てるんですよ、うん、っていうのを、うん、それ彼から聞いたんですよ、はいはい、聞いた時に、なんと自分はそんなに興味を、うん、まあ、好きではあるけど、うん、そこまで知ってなかったんだと、うん、とっても興味を持つことによって、つまり、うん、ジャマイカ出身の彼がいることによって、なるほど、はいはいはい、だから何かに触れた時に人の心って何か追求したくなるっていう、うん、その人だと思いますよ、うん、なんかだからあの堀本さんがたまたま何かのきっかけで触れる、なんかそういった、うん、なんかあれを持ってるんですよ、あの、うん、いや、そうなんだ。いや、そう、普通そう、私先生おっしゃる、僕もそう思うね。人間というものが持っている、もともとのつながりみたいなものが、なんかでポコって顔を出すというのはあると思うんだよ。うん、でもね、でも僕は、あの、まあ、さっき言ったように40年沖縄、まあ、沖縄県民だったのは 10年ちょっとだけど、うん、あの、非県民で、まあ、なんか県民具足だよな、うん。で、ずっといると、逆に横にいるから分かるんだけど、うちのあってね、うん、沖縄社会がその今の人間に相当するようなね、あの力持ってんだよ、うん、うちの社会って例えばあのなんか人が来た時に引きつけるね、うん、あのもの持ってんですよ、うん、あの人間関係ないしはその明るさみたいなね、うんうん、なんかした時にこう人はちょっと恥ずかしいと思う時でもうちあの内地ではそんな時うちのあったら、あい、あいバッペーターって言った時に、うん、あい、あのそういう場をなんだろうね、うん、あの生かすっていうか、決してこう人を孤立させないね、うん、そういう社会の力があるんだよ、うん、そうするとさ、あのいろんなまあ演劇でも何でも、なんていうかな、頭でっかちないしはあのこんなものを見る、あるいはこういうテーマだなっていくんじゃなく、なんか中学生やりそうだからこれ面白いはずよって言ったら本当に面白かったし、面白いだけでなくて、あい感動したやさっていう、そのそういうものがね、うん、あるんだな、うん、これうちのあの僕ね
大きな力だと思ってます、うん、中にいるとちょっと分かんない場合もある。あ、中にいると分からないから、うん、だからこの本の中でキーワードに出してるのもやっぱりよそ者、バカ者、若者っていう、よそ者から見た目っていうのは大切だ。同じところにいるとやっぱり感じなくなるっていうのがね、うん、そのある意味自分自身の沖縄県民に対してのちょっと、うん、あのメッセージとしても、うん、だからよそからのこのいろんな感じ方っていうのは絶対必要かなって、うん、あのあそこにこの最後バカ者がふっつく中でちゃんとよそ者って出てくるって面白いな。あれなんか僕はとてもいい脚本だと思う、うん、あのよそ者っていうとなんか下手すると邪魔者だよね、うん、だけど外からの目を自分たちに取り入れていくっていうのは、うん、もう内縄は歴史ずっとやってきた、うん、内縄はだから外に目が向いてる、うん、外から来る人敵じゃない、うん、あのそうやんないとこんな小さな島で仲良くやらないと生活できない、国作れない、うん、この何百年ずっとそうやって人が生きてきた、それがね、うちなの生活の中に僕はね生きてると思うな。うん、でともすると、まあ、あの内地なんかと比べてみると内地の生活あたりがどうして少しこう感覚的に偏ってくるかなっていうと、やっぱりそういう外に対する広がりみたいな、あるいはあのとにかく他から来た、あるいは他に対して親しみを持ってまず接するのが基本っていう、うん、あ の, のとちょっと違うような気がする、うんうん、それはあるかも、うん、やっぱり島国っていうのがあるでしょうね、よそから入っいろいろね歴史でも、うん、やっぱりそれだけ鎖国を開いてきてよそからの部分っていうのが、うん、ある意味まあ言葉はちょっとこう思いつかないんですけど、閉鎖的な日本独特の文化を作って、でも沖縄の部分はこう来るものに対して利用っていうか、うん、ウィンウィンの関係、あなたたちも嬉しいけど私たちも嬉しいっていうのをこう作り上げてくるのが昔の人たちの知恵だったりするんじゃないかな、うん、で、ね、その中の一つで例えば式内宴の、うん部分で必ず中国の人たちをここに通すっていうのは四方八方海が見えないという、うん、なんかちょっとした知恵だよね、うん、国土を大きく見せるっていうそういった部分の中のまあずる賢いんじゃないけど知恵もあったんだなっていうことは、対等に渡り合う部分の中のその工夫さっていうのがこの国には、だからよそから入ってくるものをできるだけフレンドリーに迎え入れて、なんとか自分のたちの中に入れて自分たちも発展させようというのが、拒否するんではなくて敵としてじゃなくてというのが過去の中にあったのかなって、ずっと沖縄の生き方ってそれだったんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん、そうじゃないとこのちっちゃな島国が王国っていう国を作れなかったじゃないかな。それから言うとすごいよね、先輩たちね、すごいと思いますよね、ね、やり方ね、うん、やっぱり過去のものを掘り出していくと、うん、やっぱりあの中国との貿易っていうのがすごい盛んであったりとか、うん、もう今では想像がつかないような、うん、こう王国っていうのがたくさんあって、うん、こう城がたくさんあって、うん、でこう話を聞いていくとやっぱり今の沖縄の人たち以上に、うん、こう笑いだったり、うん、そういう幸せ楽しさっていうのをなんかすごい追求してたなっていうのを感じるんですよね、うん、いろんなね人たちがね、で自分の中でまた一つで沖縄学の父でイハフユさんっていうね、うん、先生がいて、彼の残した言葉で、うん、あのムヌケイシド我が牛名っていう言葉が、うん、つまり物を食べさせてあげるのが私の主ですっていう、うん、なんかそういう沖縄をどっちかっていうと、うん、あんまりいいあれじゃなくて、うん、なんか食べさせてあげる人は主人ですよみたいな部分で、うん、そういった人たちもいた、うん、でもそういった芸能でいろいろ沖縄をこう、うん、発信させる人もいた、うん、また政治家もいた、いろんな人たちがここに、ね、なんかこの内縄のことわざみたいなのってあるんですよ、うんうん、
やっぱ日本にもあるじゃないですか、日本のことわざとかもあるんですけど、うちなぐちのことわざっていうのもあるんですけど、数々あって、その中でやっぱりよく最近なんか聞くなというか、まあ一般的にこう聞くうちなぐちのこなんていうのことわざが、ちょっとうちなぐちでは覚えてないんだけど、意味はこう天国にはお金持っていけないよっていう、このことわざがあるんですよ。ですよね、うん、だからもう貯蓄しても何の意味もないよ。ですよね。そうっていう、ビル・ゲイツ聞いてますか、無双には持っていけないよっていうね。こうなんて言うんだろうな、そういう一言で、うん、この人たちのこの生活のスタイルっていうのがなんとなく分かってくる、ね、うん、そうですよね。そうだからなんかケチケチじゃないんですよね。ケチケチ、みんなで助け合ってみんなでやっていく。タルっていう言葉結構好きで、タルを知るのタルね。タル、はい、うん、足っていう字にる、タルを知るってね。はいはいはい、ね、まあ、ある程度で満足するっていう、うん、森鴎外の高瀬舟に出てくる男がいるんですよ、はい、弟をがもう病気にかかって、それで弟が自殺をするんですよね、自殺未遂、こう喉をかき切ろうとするんですよ、はいはい、でもなんか途中でその躊躇して、それがカミソリがね喉に挟まったままだっけ、うん、でそれを見てて兄は何とかしようと思うけど、うん、まあ、医者に見せると金がかかる、うん、だからその後生きてても病人でみんなに迷惑かかるから、ここで人思いにやってくれって、もう弟が懇願するんですよ、うん、でもう仕方ないということでこんなに苦しんでたっていうんで、お兄ちゃんはそれをカミソリで切ってしまうんですよ、うん、そのシーンを見られるんですよ、たまたま近所の人、はい、で、まあ、罪人ということでね、こう島流しになるんだけど、その京都の高瀬川からその船に乗ってこう行くのを、まあ、浪人この侍とこの会話のやり取りの中で、うん、侍がこの罪人に対してとっても、なんでこんなに道足りてるんだろうと、自分はこう淵米をもらって、まあ、侍としてやってるけど、どうしてもこの持ってる自分のお金では妻の方が納得しないと、うん、まあ、納得しないというのは、妻は庄屋の娘で、うん、夫に隠れてちょっと実家からちょっとなんかいろいろお金もらってちょっと贅沢をしてるらしい、はい、でそれを夫に言わない、うん、でそのことがなんか解消のない男だみたいな、なんかモヤモヤしてるんですよ、うん、でそういう自分と、こいつは罪人なのになんでそんなにこうなんか幸せそうな顔してるんだって、うん、って言ったら、まあ、浪人でしてる間、少しの間少しお金ももらえると、食うものにもこう困らんと、うん、もうこれだけで私は幸せだって、うん、っていうこの自分の置かれてる立場とこの罪人をこう比較しながら、この時間が時が過ぎていくっていうのがね、樽っていうのがなんか、みんなこの樽さが持ってるものがね、うん、たくさんあればあるほどなんかそれを、うん、なんか手放したくないというか、はいはい、そういった分欲ですよね。欲だよね、うん、欲。まあ、高瀬舟あたりは安楽死を考える時なんかもずっと テーマのもう本当に根本的な作品ですよね。でもあそこにやっぱり先生おっしゃるように描かれてるのは、人間ってどんなことを幸せと考えるのかな、うん、どんなことを満足と考えるのかなっていう原点結構書かれていますね、うんうん、で僕たちね、美味しいもの食べて愛満足っていう、それはいいんだけど、うん、精神的なものもいろいろ含めて結構ね、欲があったり上に行かなきゃ満足しないというそのベクトルだけ持ってると、今持ってる幸せなかなか感じないさね、うん、うちの社会ってそれを感じやすい社会なんですよ、失いづらい社会というか、今ちょっと本土の生活なんかと比較してみると、本土の生活だとやっぱり上上、前へ前へ行かないと、うん、この行った時に必ず次の満足があるはずだと、進んだけど進んだ時今度次にまたもう一度あるやさっていうことになる、うん、サラリーマン川柳でね、全然関係ないですけどね、石の上にも3年っていうあの格言をね、はい、あのサラリーマン川柳がこう茶化してんだよね、はい、要するに何かあったらもう普通3年経ちゃなんとかなるって言うけどね、うん、だから石の上3年経ったら次の石ってなるんだよね。いや本当に人生それ辛い、ね、まあ、辛いんだけどさ、でその辛いのをこう受け止めて頑張るのはいいんだけど、うん、
これが日常生活のこの幸せを感じるときに、うん、あのここまで行ったら幸せだなと感じる、うん、行ってもそこで本当に感じてる余裕なく次に目指さなきゃならないっていうのはちょっとこれ不幸なんだよね。 うちの社会ってさ、あのもう限界っていうか、あの、うん、島でも人数でも限られてるから、うん、そして自分たちの歴史をこれだけ持ってる誇りある国ですよ、うん、そうするとこれが幸せだなって見やすいんだね、うん、それをまたさっきのおっしゃるようなあの内地のほら格言と違ってうちのは苦がに言葉だよね、はい、うん、そこの中にあの人生の知恵とか、うん、知恵っていうのはあの知識じゃない ね、うん、ね、幸せになるヒントとか、うん、たくさん隠されてるよね、うん、そこを持ってるんですようちのは、うん、だから僕はねその文化力っていうかそれが人間をね豊かにしてるし、うん、あの世代のギャップをあんまりこの作らない、うん、あの劇でも出てくるけどやっぱり若い衆があの年配の人の言葉をすんなり受け入れる土壌みたいなのがあるんだ、うん、だから言われてみてなんかこう、うん、自分この話は、うん、自分たちの沖縄にいる人たちからの話からは 出てこない、そうかもしれんね、そこから見た人の見方っていうのは、うん、でも先ほど言った軸足を2つ持つっていうのはいいですねそうだね、まあ、かなりあの最初の方に戻りますね、うん、なんか とっても、うん、っていうのは軸足今僕沖縄ともう一つバングラディッシュに置きたいっていうのがあって、 あのよし沖縄も好きなんですけど、うん、この違う国に行って、うん、そのそこの人たちと触れ合ってもう一回沖縄を見たいっていうのがあって、うん、それで前あのさっき言った JICA の、うん、あの催しが先週あったので、うん、それで行ったらあのバングラディッシュじゃなくて、うん、ジャマイカのセシル君とちょっと友達、あ、なるほどね、うん、あそこからこういう話につながるということなんですね。そうなんですよ。あ、見方って本当大切ですよね、いろんな方向から見る見方。そうね、うん、今になってまたつくづく感じますよ。うーん今の時代ってあれだよね、こう多様性のほらいろんな時代、まあ、いろんなことが言われてるよね、こうあの環境でも多様性、うん、違ってるから面白いと考えるかさ、うん、違ってるから変だと考えるか、うん、もう全然これで方向違う。確かにそうかもしれないね、うんうん、もう違ってるから面白い面白いって、うん、これいや面白いんじゃないかいっていう、あのそれがねやってみるべかっていう、うん、みんなで行ってみるべっていうようなのが、うん、やっぱりその違いのなんていうのかな、目っていうのをね、うん、これ人間やってたら一番面白いんですよ。面白い、うん、あの資生堂が出している、うん、あのインターネット版の CM に、はい、あの女の子たちの高校生が出てくるのがあるんですよ、うん、見たことあります？ないか。8名ぐらいの女の子たちが出てきて、うん、で最後の女の子が振り向いてパッと見せて本の中にこの CM の中に教室の中に男の子がいましたって、うん、っていうページが書かれてるわけ、うん、そしたら一人一人そのやってるシーンを早送りで逆回転させるんですよ、うんうん、そしたら資生堂が全部の男の子たちをメイクさせてるわけ、うん、女装させてるわけ、うん、で全く本当に可愛い女の子たちだけ、うん、でそれみんなに見せたら、あすごいねってそのメイクの技術すごいねって話してて、でそれを中学生に見せたわけ、うん、そしたら最初に見てた途端、あこれ男、あこれ男男、あみんな男って最初ですごい分かりました。そういうのはやっぱり中学生の目線って同級生の目線で見てるから、こんな女の子いないっていうのが分かる、うん、すごっと思ってすぐすごい。でも二十歳過ぎた女性たち大人の店にすると、最後の子はこれ男みたいな、うん、全部ではなくて、うん、それが全部って気づいた時に、みたいな、なんかとってもね、その目線っていうのはとっても、だからこの自分よくインターネットの紹介するんですけど、うん、さっき言ったその資生堂の CM もそうだけど、タイの出した CM でバイオリンを弾く女の子がいて、うん、この女の子は耳が聞こえないんですよ、うん、耳が聞こえないんだけどバイオリンをする、で友達からからわれる、でそのことに対して同じ耳の聞こえないバイオリンの師匠に聞くんですよ、私はなんでみんなと一緒じゃないのって。で師匠が言ったのが、なんで一緒じゃないといけないのって、うん、君は君でいいんだよっていうこの一言が流れるのがあって、なんか日本とちょっと似てる部分が、
みんなと一緒、なんでみんなと一緒じゃないといけないのって、うん、持ってるものいいもの持ってるじゃないっていうのになかなか気づかせてくれる人がだんだん少なくなってきたなって、うん、とみんなと一緒だったらまあ安心だなみたいな部分が、ね、あるから、なんかそういった飛び抜けて自分の個性っていうのをまあ出してもいいものかなって。でもそれがだん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 沖縄の子どもたちもあまりそれをアピールする子たちが少なくなってきたなっていうのは今現実かなって思ってありましたよ。でもさっき言った目線っていうのはとってもなんか最近気になるところですね、うん、なんかね、はい、すごいなんか熱く沖縄ですが、いやもうなんだかんだで54分過ぎてま す、ね、なんか今までのチャラチャラしたセレンディピティちょっとね、いつもこんな感じの番組じゃないんですよ。ああそうですか、いやいや突然お邪魔して、ね、チャラチャラペラペラして今日はすごいね、なんか考えさせられる、あこっちも勉強になりました ね、すごい勉強になりました、ね、なんか自信がつきましたね、うーん、なんかなんとなく、うんうん、いやつきますよ、ね、ここまでねこう言ってくださる方が気持ちいいですね、うん、言葉ってやっぱりでもね大切ですね、うん、まあ、ここ放送局だよね、はい、放送局って言葉音楽をまあオンエアして、みんな聞いてもらうんだけど、最近ね言葉っていうものが情報のツールではあるんですが、うん、その情報のツール部分だけが先走るというか重要で、言葉っていうのはそれ以外の、うん、まあ、例えば語調とか喋り方だよね、うん、それから多分に落語でもそうだけど、言葉ってほらジェスチャーとかさ、はい、間とかさ、それ全部関係あるんだよ、あそういう中で人と人の大事なコミュニケーションなんだから、うん、だからあれだよね、うちなだってほら言葉や人知形って言うよね、うん、言葉はもうお金とか大事にしなきゃ、うん、そういうものが今ちょっと、まあ、特に日本に住んでると思うんだけど、うん、せっかくこれだけいろんな形容詞や副詞やいろんな持ってる言語が結構おろそかにされてきたなと、で言葉っていうものはもっと人の中に入って、自分の発した言葉が人の中に 入って言葉としてまたそこでこう動くっていうかね、うん、言葉としてその命がある、どうもそこがね最近失われつつあると思うんで、うん、だから僕内縄口が最近ほら復興させよう、うん、もうこれはねとっても大事なことだと思うし、うん、それは一方言じゃないよね、言葉体系の持ついろんな世界観や人生教訓や人に対する人と自分の距離を作る、そんなの全部言葉だ、うん、だからやっぱりそういう言葉を大切にするって僕今世の中でまず、うん、誰でもできることだから、うん、自分の言葉を大事にして、人との関係でその言葉というものを通してどんな世の中できるかなとか、うん、どんな地域できるかなとか、全部に僕ねベースじゃないかなと思うんだ、うん、そう、なんかね英語では一言のものが、うん、日本語ではたくさんの言葉に置き換えられるっていうのがありますよね、はい、例えば I'm sorry、うん、英語ではもうごめんなさい、うん、謝る言葉なんだけど、うん、日本語にすると、うん、すみませんとか、うん、申し訳ございませんとか、うん、ごめんなさいとか、うん、いろんな言葉があって、うん、日本語ってすっごいたくさんあるなって思ったんです、うん、表現豊かだよね、そう、うん、本当に表現豊か、うん、でテレビでもやってたんだけど、日本人ってこう例えば食べ物を食べた時ってサクッとカリッとジュワッととかってい う、 こう擬態語っていうんですか、日本語っていうんですか、そういうのがすごくある国であるっていう話をしてたんですね、うんうん、だから例えばこの例えばハンバーガーをなんか食べて感想を言ってくださいって言ったら、日本語はすっごいたくさん出てくるんですって、うん、こうレタスがシャキッと、そして肉汁じゅわっと、うん、そしてこのパンのふわふわ感とかってなるんですけど、でもやっぱり英語で変えると、うん、ああなんかジューシー、うん、一言で終わったりね、そういう風になるらしいんですよ、うん、だから日本語ってすごいよねっていうのをテレビでもやっていて、多分にね環境があるってね、いろんな自然環境でしょう、ね、そういう中で言葉が作られてくるっていうから、うん、だから僕ね若い方がそれはあやばいで終わってしまったらダメなんで、うん、そのやばいじゃなくどんな風に美味しいのかねって聞いて、うん、はい、そういう風に言葉をね若い人たちに若い思い出してもらう、あるいは勉強してもらう、うん、身につけてもらう、それはやっぱ大人の役目だと思う、あ
うん、それが分からないと、あ、やばいで終わってしまって、これやばくね、やばいやばいって、それじゃね、非常に単調で貧しいからさ、なるべく豊かになった方がいいよね。人の心は、まあ、人口は設けなくてもですね、人の心はですね、豊かになれますから、僕はそうしたいと思うな。はい、さあ、お届けしましたセレンディピティ、もう残り1分になりました。はい、今日はね、いろんな話、北海道からね。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。いやどうも、ありがとうございます。はい、では、はい、エンディングを、はい、岡田さん、よろしくお願いします。はい、茶山町 FM2 台からお届けしました、セレンディピティ507、1時間お楽しみいただきましたか、お別れです。また来週です。この番組は島のクオリティライフを作るオリジナルプリントウェアの和とエンタープライズ、ユニフォームを通して快適な価値ある商品を創造、地域社会に貢献する日清商会各社でお送りしました。さあ皆さん、今日はちょっとね、雨模様ではありますけれども、また明日からね、明日一日は晴れるということで、そうですか、まあ、天気予報ですけれどもね、はい、まあ、楽しい週末お過ごしください。また来週です。さようなら。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。本当にあっという間に、僕はちょっと すぐ失礼しようと思ったけど、ついこの楽しく長いさせていただきました。本当あっという間にね、終わってしまいました、この1時間ですけれども。こういう場もいいですね。はい、何かこう、聞いてくださった方とかで、またこういうつながりがね、はい、できるかもしれないしね。これ、うん、ネットで配信されてるので。なんかあれですか、はい、ユーストリームで見れます。これはアーカイブで残ってるので、ずっと要するに、その時だけじゃないもの、ユーストリームの世界っていうのは、そのアーカイブ的なものもあるわけなんですね、うん、はい、そう、過去のものも見れるんですね。なるほどね、はい、じゃあデジタルの世界っていうのは時々こう拒絶されますんで、あ、時々こう嫌になって通じて、うん、やめちゃうことが多いですね。 YouTube でもアップされるので、あ、なるほどね、今日のもの、期間一月過ぎると、うん、YouTube にこう移行されるようになっているので、 あんまりこう上がる部分が多いかもしれないね。そうそう、はい、僕もちょっとチャレンジしてみますね。ちょっと見て、はい、ください。ちなぐちなんか今タイムスかな、はい、ジュンさんかな、はいはいはい、声が聞けますよなんていうのをやってますね、はい、ああいうのぐらいはすぐクリックすれば出てくるけれど、こういうのと多分こういう、せっかくこういう補助曲とかできるんであれば、そういうので聴けるとね、そうですよね、うん、ぜひ聴いてください。今日もね、はい、なんか内容濃かったから、ありがとうございます。すごい楽しくまた、よろしかった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやいや、すごい、いろいろ、どうもどうも、はい、失礼しますわ、うん、ちなみに、さっき言った、はい、CM なんですけど、あ、資生堂の、資生堂のレッドバン、これすごいよね、はい、なんか中学生の目っていうのは感性が違うし、はい、日々持っている目のグラスが違うんだと思うんですね。違いますね、うん、僕らが僕らの若い人だと思っちゃダメですね、はい、うん、リーボー会議があるので、行ってきます。あ、どうぞどうぞ。何ですか、リーボー会議。リーボーで会議が、打ち合わせが。リーボーってパレットのリーボー。そうそう。これ、話し言葉、点々ね。オッケーオッケー。遅くなりましたけど。はい、大丈夫ですよ。これ、バーガーフェスのチラシ。あ、見てね。これ、お二人で食べてください。ありがとうございます。1年ぐらい借りちゃったから、チャーリーさんに。あ、そう、すみませんね。いや、大丈夫ですよ。噂の特命貸し店から調達してもらいました。すみません、ちょっと2時から那覇まで。ご苦労様です。はい、ご苦労様です。ありがとうございます。またよろしくお願いします。また来たらこっちに遊びに来てください。じゃあまた来月でも呼びますよ。ね、今度北海道の話も聞きたい。私、今日なんか沖縄の話ばっかりだったけど。そう、北海道の話聞きたいですね。そう、ぜひまた。ありがとうございます。聞きたいですね、北海道。これも、ね。ん？これもこれ、新聞も。それ、同心っていうね。ああ。これも紹介したかったね。あ、まあ、ぼちぼち。ぜひ、そうですね、まだ来週、はい、来月の前もし12月、多分、ね、ぜひ、そうですね、事前に連絡、来月でも、はい、ありがとうございます、土曜日で、はい、来て、いいですね、はい、また来てくださいね、いろいろ話しましょう、その頃にひょっとしたら生まれてるかもしれない。
遅いよ。今何ヶ月？来月です。ああそうですか。はい、ああまあ安定はする。お医者さんです。あ、そうなんですか？安定内科ですけどね。じゃあね、で、ね、でも大丈夫だ。何を言ってるの？ダメです。でも最後やっぱり最後まであの僕も安定は実行の時期は安定してからどうでもなりますけども、うん、やっぱりでも、はい、あのなんだろうね、油断しないでやっぱり大事業ですからね。一、うん、日前までここでやってたんですよ。一人目は人目。あ、そうですか。はい、高校で終わった次の日ぐらいに、うん、そう行ってピザのバイキング食べ放題食べて、うわーみたいになって、そうだ、食べ過ぎたとかって、あその日の夜からです、ね、あいやしかしこれお母さんにしかできない、まあ、本当正規の大事業、男は絶対にできませんからね。そうですよね、うん、私もなんか恐怖で怖いんですけど頑張ります。はい、どうもどうも、はい、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様。またぜひ来月来てください。あ、ありがとうございます、はい、気をつけて。はい、どうもどうも、すいません、お酒になります。はい、どうもお疲れ様です。これはとりあえず、これがそうですか。これですね。すぐ見て分かったんですよ言われたらなんとなく、うん、僕らはもう今聞いてるからね、はい、聞いてるからそれでもなんか、はい、そう感じちゃうけど、はい、なるほどね。中学生はもうすぐ分かるんだ。えって、ここからメイキングの部分が、はい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 、ああ逆に戻してね資生堂ね。これであのこの自分なんかこういうの作るののメイキングと脚本のあれが好きで、あの BGM の歌詞がちょっとこれに合わせた。罠にかかったのはあなたっていう、うまくなるほどね、まあ、これだけの実あーなるほどね、あここうまいですよね。なんかこれはネットの広告っていうのがあるんですね。ネット広告ですね。なるほどね。最近はこの部分がなんかとっても結局普通の CM だったら20秒なので、うん、これ結構長いですもんね。はい、うん、いや、ありがとうございました。あ、いい、じゃあまた寄らせてもらいます。はい、本当にありがとうございます。